常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。中国経済ガチカウントダウンということで、今日の内容面白い興味深いと思った方はぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。日経新聞のね、中澤克二さん、いつも素晴らしいね、修正権ウォッチというね、激震修正権ウォッチというですね、まあ特集記事をね、いつも書かれているんですけれども、もうね、この中澤さんの記事があるからこそですよ。これがなかったら多分日経新聞僕取らないと思うんです。本当に中澤さんのためだけに取ってるぐらいの勢いなんですが、またね、今回ね、すげえ記事が出ました。もうタイトルからしてやばいです。でタイトルそのまま読みますよ。中国で地方が謎の悲鳴、鍋を壊して鉄を売れに潜む破綻ということで鍋を壊して鉄を売れに潜む破綻と、なんか文化大革命みたいな、大躍進政策かね、鍋を壊して鉄道売れ、一体どういうことということなんですが、なんかね、中国のね、各地のですね、政界、官界ね、ここでですね、一気に広まったね、流行語があるらしいんですよ。それがね、鉄の鍋を叩き壊し、くず鉄にして売ろうというですね、スローガンらしいんですね。ありったけのものを投げ出して、物事に対処することを意味する熟語らしいんですけれども、隠れた政治スローガンとしてですね、使われ始めたそうです。で、それはね、謎らしいんですね。で、なんでこんなことが起こったのかということでね、中澤さん曰くですね、なんか緊急事態がどうもね、チャイナで起こっていると。ね。で、その緊急事態に対処するために、もうとにかくなりふり構わずやるんだ、ナイトの不確実性みたいなことを、まあ、言ってるらしいんですよ。で、この記事曰くね、では、中国の緊急事態とは一体何を指すのか、と。ね、いうことで、鍋を叩き壊しが流行語になったきっかけは、インターネット上に広く出回った地方の公式文書とされる画像だったと。で、これはですね、重慶の、ある区ですね、重慶市のある区の、まあその行政府がね、出したものらしいんですけれども、そこには、鉄の鍋を叩き壊し、くず鉄にして、売ろう、工作専門チームを立ち上げると書いてあると。で、なんか任務はですね、全力で地方債務のリスクを軽減、解決することでしたということで、なるほどと。ね、チャイナの地方財政が火の車なんで、もう鉄の鍋を叩き壊して、鉄くずを売るぐらいのことをやって、とにかく手当てしないと、破綻してしまうと。それぐらい今大変なんだということなんですね。で、中澤さん曰くね、平たく言えば財政的な破綻を避けるための資金捻出であると。資産の処分や有効活用、コスト削減、隠れた収入発見、企業からの新たな徴収などで財源を捻出できれば、差し当たり債務返済や金利支払いに充てることができる。いわば応急措置だと。で、このスローガンには今、中国全土で起きている深刻な問題の全てが凝縮されていると、いうふうに言ってるんですね。で、その、深刻な問題全てってのは、例えばどんなのあるかというと、住宅不動産価格の急落、地方を中心とした債務膨張、事実上の財政破綻と、それが引き起こす様々な社会問題と、いうことで、一部地方はですね、もう実質的に破綻してると、いうふうに中澤さん言ってます。例えばですね、地方政府や関係する公営施設の職員、医療従事者への給料、それから賞与ね、ボーナスなどの支払いがですね、遅延もしくはですね、大幅減額、中にはですね、給料が一切支払われないと。もう、給料払えないんで、もう全然振り込まれないから、もう仕方ないから転職しちゃったみたいなですね、もう悲惨なケースもあるらしいです。で、さらにですね、減額不払いのケースは、北京に近いある省内でも見られる。それでも民間に転職できるならまだ良い。実態はかなり厳しいということでね。まあ、若者が今就職なんですけれども、まあ、こういうね、まあ、いわゆるこうシニアの皆さんもですね、なかなか転職は厳しいと。いうことですね。で、結局まあ、土地の錬金術に頼ってきてね。で、それがまあ、使えなくなったってことが、この財政破綻の原因なんですよね。で、その、土地の錬金術によって、そのまあ、収入を得るっていうのは、まあ、その、税収っていうよりも、いわゆる税外収入ですよね。ね。チャイナの地方政府って、税収基盤がとても脆弱なんですよ。日本でいうところの固定資産税が存在しない国なんで、チャイナの場合ね。しょうがないので、だから、まあ、土地をね、使用権売って、ね、開発会社に売って、その金で、まあ、そのね、べーってね、マオ大使か向こうはね、マオ大使飲んだりね、北京ダック食ったりとかしてたみたいなんですけど、まあ、それがですね、不動産バブル崩壊でできなくなったと。で、結果ですね、まあ、その、ね、鉄の鍋を壊して鉄くず売れみたいな、まあ、形でやってると。まあ、以前ね、罰金がなんかものすごく、こう、増えてると。もう、些細なことでね、家の中整理してないから罰金みたいな。
片付けろ罰金みたいなまで取ってるって言ってましたけど、罰金もだから税外収入ですよね。まあこういうものに頼らざるを得ない、そのまあ構造的な問題ですよ。まああえて構造問題って言いますけどね。あのチャイナ共産党がですね、経済成長するからまあいいじゃんつって放置してきたですね、この地方財政のね、もう構造的な問題ですよ。あの税収基盤が脆弱だというこの構造的な問題が、まあここへ来てですね、顕在化してきたと、いうことです。で、全力で地方債務を軽減解決すべき緊急事態の対象というのがですね、重慶以外にもですね、まあ、たくさんありまして、中澤さんが挙げているのはですね、天津、内蒙古、遼寧、吉林、黒竜江、広西、紀州、雲南、甘粛、青海、寧夏などでもうすごいですね、めちゃめちゃあります。はい。で、地方政府は中央政府が安易に発した表現を逆手にとって、今あえて大きな悲鳴を上げ始めたと。このままではどうにもならないと。庶民が持つ鉄の鍋まで没収して壊して、財源を捻出するしかない。そうでなければ破綻する!とね。そういうなんかもうあの、願意もですね、感じ取れると、いうことです。で、もちろんね、この鉄の鍋を叩き壊しっていうのは、毛沢東が主導したね、大躍進政策ですよ。まああのチャイナ人民5000万人から6000万人が餓死したと言われているですね、とんでもねえあのまあ計画経済のね、大失敗例なんですけど、まあこれをね想起させると、いうことでね、まあその、鉄くずね売れたらいいんですけどどうなのと、いうことですね。それからね、あと中澤さんがねちょっと面白いこと言ってるんですけど、中国国営通信社の元記者のね、楊慶常というのかな、楊慶常氏、現在84歳なんですけれども、香港でしか出版できなかった著書で、1958年から、5年間の餓死者を3600万人と推計しているということです。まあでも実際ね、イギリスの学者のフランク・ディケーターという人がね、毛沢東の大飢饉という本の中で書いてるんですけど、まあ、これによるとですね、チャイナの地方の東安官ね、全部回って、情報公開されたもののね、このまあ推計をね全部やって足し込むとですね、大体まあ少なくとも5000万人、下手すると6000万人ぐらいいっていると、いうことなんですね。だからまあ3600万人もフェルミ推定としては大体桁合ってるのね。はい、数千万人単位の餓死者を出していると、いうことでですね、まあ、これかなり厳しいのではないかと、公務員にもね、ろくに給料払わない、警察に給料払わないってことはさ、暴動起きても取り締まれないじゃん、どうすんのみたいなね、まあそんな状況になっていると、いうことです。それからですね、その地方財政の件についてはですね、これ先週ですね、ブルームバーグがこんな記事出します。中国政府の需要喚起の取り組み、緊縮モードの地方が足引っ張ると、いうことで、なるほどねと。もう今の中澤さんのこの記事を見たら大体意味わかるでしょ。ね、中央政府が旗振ってですね、需要喚起策やるんですけど、地方政府がですね、まあケチケチしてるわけですよ。だって財政破綻しそうだしね。はい、なんでうまくいかないと、いうことです。で、ブルームバーグ曰くですね、問題は中央でより拡張的な政策が採用されても、当局が完全に緊縮モードにある地方では、効果が実質的に打ち消されるということだと、いうことで、日本の場合はね、かつてね、このデフレ、経済の時ね、まあ、政府が需要喚起策をやっても、日銀が引き締めてダメにするとかね、日銀がちょっと緩和しても政府が増税してダメにするってね、こういうチグハグな対応が行われてね、このデフレの罠からなかなか抜け出せなかったんですけど、チャイナの場合はですね、中央政府と地方政府がチグハグな対応してると。中央政府がまあどちらかというと緩和をしようとするのに対して、地方政府はもう緊縮モードバリバリで、お互いに効果を打ち消し合ってると、こんな状況になってるということなんですね。で、この記事によるとね、中国政府は今年特別国債を発行して調達した資金の大部分を、新たな設備投資や、を購入する企業や家計への補助金に充て、需要の押し上げを図ったと。これはかつてないことだったと。ところがですね、これがうまくいかなかったと。これまで成長促進する上で先行されたのは道路や鉄道、工業団地などへの投資で、その多くが地方政府によって行われたものなんですが、地方政府がですね、引き締めバリバリなんで、これがうまくいかなかったと、いうことなんですね。で、中央における慎重な、方針転換が、中央のレベルの動きを、打ち消すのに十分かどうかは、まあ、よくわからないんですが、まあ、とりあえず、かつてはですね、その成長の原動力だったこの地方の、支出がですね、現在は危険な債務負担を縮小することが重視されているため、本当に緊縮モード全開になっていると。結果としてですね、まあその、なかなか、このね、需要喚起策がうまくいかないと、いうことなんですよね。で、まあこの記事にはですね、約20兆円ね、日本円でね。
はい、これをですね、特別国債で調達してですね、で、その、スマートな、環境に優しくスマートな機器を購入する既存の計画を打ち立てたと。EV のね、補助金とかね、そういうので、使ったらしいんですけれども、ところがあんまりうまくいってないと。そりゃそうだよね。はい。片方で蛇口を開けて片方で閉めてるわけですから、うまくいくわけないですよね。はい。それからですね、もう一つね、そんな、経済が低迷する状況の中でですね、習近平がね、もう今年ちょっと目標達成無理なんじゃねえかということで諦めモードに入ってきたというニュースがですね、昨日ブルームバーグに出てました。これによるとですね、中国経済の低迷続く、通年目標の達成困難か、習氏は未達容認との見方ということでなるほどと、そういうのが出てるんですね。はい、中国の李強首相はですね、今年1月、2023年の大規模な経済対策を打ち出すことなく、2023年は大規模な経済対策を打ち出すことなく目標を上回る経済成長を達成したと胸を張ったんですが、今年について同じことが起きる可能性は現時点で低いように見えると、言っております。で、このチャンネルでもずっと紹介してきた通り、最近、数字悪いですよね。輸出も悪い、消費も悪い、ね、物価もちょっと低めで、デフレ状態と。ということで、消費と投資はですね、予想以上に低調と、いうことで、もうこれ無理なんじゃねえと。景気の悪化は注目されている目標の未達を、習近平が容認するのかどうかを試していると、この記事は報じております。習氏は過去に、にわかに景気と不景気を繰り返す原因となった大規模な景気刺激策を避け、成長のバランスをとっている。だから成長目標を達成できなければ、中国経済に対する信頼は一層損なわれる恐れもあると。すでに外国人投資家は第2四半期4から6月に中国から記録的な規模の資金を引き上げたと、いうことですね。で、GDP も大して成長してないと、いうことでですね、習近平がこのね、目標未達を認めるのかどうかと、いうことに今注目が集まっていると。で、先週ですね、習近平はね、現行の政策を実施して年間の経済社会発展目標の達成に努力するよう、当局者に呼びかけ、成長率が 5% をやや下回っても容認する姿勢を見せたと。この言い回しは、目標を断固として達成するよう求めた7月に比べ強くはないように思われるからだと、いうことですね。過度な圧力をかけないようにしているのではないかといったですね、アナリストの読みもあるんですけれども、どうなのかと。で、やっぱこの記事もね、中国の地方はかつて成長の牽引役は果たしたが、現在は逆にね、ブレーキ役を果たしていると、いうことで、これ厳しいですよね。で、なんでそんなブレーキ役にならざるを得ないかといえばですね、あれですよね、不動産バブル崩壊がもうどうしようもないと、いうことで、これね、NEC のなんか記事なんですけどね、次世代中国、田中信彦さんという方の記事なんですけど、中国不動産バブル、いよいよ最終局面、ついに値上げ禁止を諦めたと。いうことで、不動産の値崩れをね、防ごうと思ってね、取引禁止令みたいなのが出てると。これ福島香織さんなんかもね、ずっとおっしゃってたんですけど、どうもそれがね、なんか諦めてんじゃねえかと。新築住宅に対する販売の規制を中国の地方政府が次々と放棄し始めているところの田中さんはね、書いてるんですね。政府の様々な指導によって、デベロッパーはこれまで自分の売りたい価格で新築住宅を販売することができなかったと。膨らむ一方の在庫物件も処分する方策がない。そのためですね、不動産企業の資金繰りはますます悪化していると。で、この価格統制がなくなってですね、中国市場はいよいよ、市場化するんじゃないかと。政府は手のひらを返したように、これから売り手も買い手も自己責任だとか言ってますと、いうことなんで、そうなるとこれ一旦フリーフォールになる可能性がありますね。で、これはこれでまたね、大きな混乱を招くんですよね。貯金の代わりに不動産ってやってた国でしょ？で、その貯金の代わりだった不動産が値下がりするわけですから、これ逆資産効果っていうのを当然、生みますよね。今までその価格統制によってじわじわ下がってると。もっと下がるんじゃねえかって感じだったのが、本当に下がっちゃったと。それでどっかで下げ止まればいいんですけどね。下げ止まるまでじゃあ果たして、そのショック療法的にね、売り込めるかどうかね。その下げてる途中でですね、いろんな問題が噴出してですね、政治問題化するんじゃないかなと。経済問題の政治問題化ってことが、起こるかもしれないと。で、そこで何かやろうとした時にですね、給料もらってない公務員がね、サボタージュみたいなことになるとですね、
まあ、清朝末期みたいなね感じになるんですかね。どうなんでしょうね。まあ、引き続きですね、まあ、あのマイナス方向へのね無限カウントダウンですのでね、引き続き続けていきたいなというふうに思ってます。ということで今日の内容面白い興味深いと思った方はね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方をお願いします。最後に私のことを特に応援したいという方はね、Thanks ボタンと、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方に遊びに来てください。それから告知ですけど、今週金曜日はジョネ・トラダムスフライデーライブということでね、FOMC と日銀政策決定会合ありますので、緊急ライブということでお届けしたいと思います。で、来週の金曜日はね、自民党総裁選のちょっとライブがあるのでね、ライブライブで重なっちゃうということもあるので、ジョネ・トラダムスフライデーのライブは、今週金曜日、あさってになりますので、皆さん、お間違いないようによろしくお願いします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。Go!